ちとか。いや、歩いて行けんのこれ。行けんのね、さすがに渡れないよな、これ。これはさすがに渡れんな。うん。これは、ちょっと、うん。無理ね。無理。うん。で、奥に、あれが国際トレードセンターかな？あーはーはー。いや、でかい。あっけ。ちなみにで奥に見えるのがさっきの天保山の観覧車ですね。天保山は残念ながらちょっとこっから見ることはできなさそうなのかな。多分あの観覧車の乗り場よりも全然低いですからね。多分あの船のてっぺんの方のが全然高いですもんね。標高4メートルやつね。いやー、すごいな。そんな、で、コスモスクエア駅。サムネイル用に撮ったからね。よいしょ。でも、これで見るとすごいな。うん。よし。よし。なんかめっちゃ暑くなってきたし。これを登る記憶はない。わいはこういう時恥ずかしげもなくエスカレーター使わせてもらうで、エレベーターの。あ、熱っ。うん。サンセットの日。誰もちょっとそう、配達員やってたんでね、こういうエレベーターをいろんなのに見てるんですけどね。多いのは日立、東芝、三菱、オーテックか。あ、オーテックじゃない、オーチス。オーテックって言ったら、モチュールになるね、モチュールオーテック。23号車か。さあ、まあ、いろいろ見たし、戻っていくか。よし、あ、戻っていくじゃねえ。こっからニュートラムに乗らないといけません。ああ、潮かけてもう汗べっちょべっちょなんでね。なんかすっげえもう風呂入っていくんやけど。さあ、戻ってきた。では、続けて、ニュートラム、立って、レッツゴー。レッツゴー。入ったね。コスモ1。コス、ワンコスモ入ったよ。あ、でもここは、左側通行ね。よくわからん。
よう分からん言うとったら、出てためっちゃタイミングよく出てた。まあでもそんな言うてすぐ来るでしょ。6分に1本は来る感じやろ、この時間でも。あ、なんなら15時台ちょっと増えるし、5分に1本ぐらい以上に増えとるし。17時台とかめっちゃ増えるやん。すごい。もうほぼピストンインフレね。で、次の列車は青いね。綺麗ね。LED が。さすがニュープラム。新しいわ。御堂筋線および谷町線では、女性専用車両、赤字じゃなくて青字なんやね。御堂筋線もね、めちゃくちゃ赤い線やけど、うん、青字なんやね。やっぱそこは青にこだわる。谷町線は紫色か。そう、青やで。こそ、青にこだわりがあるんやね。いや、ちょっとこだわりがあるんですよ。で、こっちから出るのね。住之江公園。なんで、ピークの時は、あっちから出るんですよね。もうちょっと赤くもなるんや。女性専用車両、赤にしといた方がいい。いや、女性イコール赤というね、そのね、あれがね、また、あれですかね、男女差別にというね、言われるようなね、あれになっちゃいますからね。今の ご時世はね。いや、YouTube の発言はね、気をつけないとね。ははは、ははは。いや、炎上怖い、炎上怖いよ。うん。炎上したくないかな、したくないですからね。うん。決まってるじゃないですか。炎上したくないに決まってるじゃないですか。そうだね。うん。さあ、って言うとうちに電車来るのかな。全線で自動運転ね。うん。ご注意ください。そう。で、トレードセンター前から。ずっとフェリーターミナルであるんだね、ちゃんとお湯場が。で、住之江公園まで行く、進行中システムなんで、こんな感じですね。こんな感じって言っても全然見にくいけど、これ見える？見えない。鉄道じゃなくてね、ゴムタイヤ走って、ガイドラインに沿って走って、で、速度から電気を取るようなところだったから。わかんないけど。来た。おー、ブルートラブや。あ、結構乗っとるね。結構ちっちゃいんだね、ブルートラブ。車両は。そっか、乗務員が乗らんから前がこんな感じになるんや。すげえ変な感じやね。いいぞ、かなり変速ですね。僕もちょっとロングシートかなと思って。セミクロス、これセミクロスって呼んでいいのか。あと